A のメンバー。2000年、当時10歳で出演したバラエティ番組、アッパレサ、馬大先生にて、芸能界デビュー。その後、映画、デトロイトメタルシティやドラマ、学校の階段、主に泣いてます、怪盗や真猫などで脇役として出演し、知名度を上げた。2016年、2018年、2021年に、舞台、2019年に実写映画化されたギャグ漫画、 パタリロ、において、主人公、パタリロ・ド・マリネール8世を演じ、その再現度の高さを絶賛され、加藤の当たり役であり、代表作の一つとなる。2020年7月2日、YouTube チャンネル解説。静岡市立木内中学校、床派学園立花高等学校を経て、多摩美術大学造形表現学部、映像演劇学科卒業。大学在学中には、 舞台のセットを作ったり、役者として出演もしていた。野田秀樹教授の授業を受講し、インターンシップとして、野田マップに出演を果たした。キャリーパミューパミューの大ファンで、自宅では DVD に合わせて踊っている。このダンスは、テレビ番組でも披露している。2016年5月のストリートダンス舞台、アスタリスクグッバイ、スノーホワイトでは、大勢のプロダンサーたちに混ざって、 ゲストダンサーとして出演した。役作りのため、坊主にして、カツラを被っていることが多いが、カツラは、事務所から坊主だと、可愛げがないという理由で渡され、加藤の元々の髪型に合わせて、オーダーメイドで作ったものである。三人指定の末っ子。実家で、犬や猫を飼っており、動物好きである。趣味は、映画鑑賞。特技は、ヒップホップダンス。 小型船舶2級免許所有。自動車免許はまだない。レギュラー番組スペシャル番組。ありがとうございます。